はい、レオンチャンネルです。いよいよデラックス変身ベルトガブの私有台がいろんな家電量販店とかおもちゃ屋さんに導入されたということで遊んできましたから、どうぞ。一通り遊びましたけど、本当にこの接触基板みたいなところでこの3点ね、これで認識してるっぽいね。なんか過去のバンダイ商品でこういうのがあったらしいけど、ライダーガングでは見たことないなって思うけど、なんかウルトラマンガングとかデジモンとかであったんじゃないか説があるけど、まだそういう画像は出てきてませんよね。で、後ろ側に LED が一つあって、ここのね、左右にコレクションアイテムをロックするパーツがあって、その2箇所でロックする感じ、ご地蔵をね。あとは、このハンドル部分がね、ビルドドライバーみたいなくるくる回るんじゃなくて、ちょっと途中でロックっていうか、なんか山があって、カチッカチッと少し感触がありながら回転する感じだった。スムーズにくるくるっていうのではなかったけど、別にまあ気になるほどでもなかったかな。あとはここをくるくるすると真ん中のね、この2つのバーが上に動いて、それによってガブの上顎が上下に稼働することでガブガブアクションができるっていう、結構アナログ的な仕組みだったね。これはよく考えられてるなと。で、カチャッとこの上顎が降りてロックされる感触とかはもうザ・デラックスガングって感じで、このね、この連動はすごい良かった。で、上に上げると下が前に出てきてコレクションアイテムを置きやすくなるし、閉めるとベラが奥に収納されると。これ私有台ってスピーカー別で繋がってるんだっけ。すげえちゃんと音大きかったな。で、2点でロックされるとはいえ、ここね、ガチッとはまる感触とかはかなり良かったし、連動でね、下がニュッと奥側に格納される気持ちよさもあって、回転と同時に中のバーが上に上がって、それによって上顎が動くんだけど、回転時にこうカクカクっていう感触がちょっとあったね。で、最初どれくらいの力でやっていいか分かんないから、押し込んだら私有台ごとちょっとずれちゃうっていうねまあ周りにちょうど誰もいないタイミングだったんで、ボタンを押すことで同時にご地蔵が変形して上顎が上がって、ポッピングミージューシーで変身完了ね。で、そこからさらにハンドル回転でフィニッシュで必殺になると。でも、そのまま上にグッと引っ張るとご地蔵がパコッと取れる感じっすね。で、もう一個ザクザクチップスをはめてみて、スナックみたいな、最初ブラックって聞こえて、あ、なんか認識間違い起こっちゃったかと思ったけど、ちゃんとスナックからの、これで変身完了、フォームチェンジね。
ちょっと初触りだったからさ、どれくらいの力加減でやっていいものかと恐る恐る遊んでましたけど、チラチラねこれカメラ回しながら周りに誰もいないなってめっちゃ気にしてるんですよで、ちょっと最後ね、そうもうちょっと遊びたかったんだけど、これで多分この時点で2分ぐらい触っちゃってたから、後ろにちびっ子が1人並んでたので慌ててすいませんって感じで退散したとこですね。まあでも本当おもちゃ的にはすごいシンプルだったのと、あとまあビルドドライバーぐらいのボリュームあったかな、なかなか十分にね大きかった。ただ上顎の塗装はバンバリ見た時にこれがっつり全部なのかと思ったけど、本当に上のアーマー、上顎のアーマー部分みたいな、そういうところが塗装されてましたね。最近割とダイナミック、要はソードライバーとかも本が開いてライダーの顔ができるとか、あとは時空ドライバーとかデザイアドライバーみたいにもう1回転しちゃうみたいな、半回転とか1回転しちゃうみたいな、そういうダイナミックさはそこまでないんだけど、連動して変形したりとかガブガブ食べられてる感とかちゃんと出てたのは良かったね。なのでどこに私有台があるっていうのは公式から言われてないんだけど、まあおもちゃ屋さん行ってみてねみたいな感じで言われてますので、皆さんも探して遊んでみましょう。以上レオンチャンネルでした。ぜひご利用ください。